キリマンジャロに行ってきます。今回荷物が少ない、これとこれだけ。今日はアムステルダムに、人生初アムステルダムに一泊。しかもこの身軽な荷物、あ、こうやって直で行ってくれるんだ。まあ、多分1日一晩こうやってここ置いたのかな。あ、トレインだ。トレインチケット。ラウンドトリップで10。だから1000ちょっとだよ。今、SIM カードを買いました。結構便利。ここがアムステルダムセントラル。ジェイソン・ボーンとかで出てきそうな、なんかかっこいい。マシンビーク全体が、うわー、意味があるのかこの街。川か、チャリンコも電車に乗れるんだ。チャリンコも。街の隅々がかっこいいな。このトンネルもなんかかっこいいな。かっこいい、この街なんだこれ。めっちゃかっこいいんだ。めっちゃかっこいい街だなこれ。あった、ホワイトチューリップ。今日の宿、ホワイトチューリップ。10、あれ、これは101だ。101の5。よっしゃ、バイク借りた。1日で17、2000円かな ?24 時間で。アムステルダムは自転車のレンタルバイク。ホテルだな、あれ。ウガネ屋巡りだからね、オプティッシャン。あれやってないのかな。ここだ。あれ、やってねえ。いい街だ。やっぱチャリだな。ここが私立美術館。バスタブみたいな、バスタブみたいなミュージアム。おーおーおーおお、傘持ってこない。
チャンネルだと雨宿りがあったら多分5チェーンなのかな。サルサショップ、サルサ、この町もウーバーイーツとデリバル、デリバル、デリバルっていうのが至るところに。アイネケンブルー、なんかやってなかったの、うん、あ、また来たかな。寒い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 、これでショッピングセンターか。マグナプラザショッピングセンター、わお、色が制限されてるんだな本当に。これはオーストラリアとかとはまた違ってすごくいい港町ですね。さすがアムステルダム。入るんだ、自転車でこのまま入るんだ、フェリーで。こんな感じに乗ると、なんだありゃブランコしてんだな、あそこで上でブランコしてる。一つ一つがかっこいいな。はい、かっこいいな、かっこいい。こういうのもいいな、ちっちゃくあるけど。ミスター、シスター、オイスターバーなんですね。今1時10分。ちょっとだけ、ちょっと寝ちゃったんで出てきました。まだまだ全然人がいる。一応なんだっけ、アムステルの有名な飾り窓っていうのを見に来たんですけど、ない、やってないの、この川沿いのはずなんだけど人が誰もいなくなっちゃった。ちょっとクラブを参考までに見てみようかと思ったんだけど、1時半、月曜だからやってないのかもな。月曜か火曜ここだけど閉まってんだな、月曜だから。もうどうか、月曜だから閉まってる。山用の服は入れてきたんだけど寒い。もうずっとキリマンジャロに直で行っちゃったから今着る服がない。なんで寒い夜。寒い寒い、明日朝、今2時だけど朝7時に起きなきゃいけない。